ついちゃった、ついちゃった、ついちゃったよっ。大ちゃんどこについちゃった？ナイトマーケット、ナイトマーケットよっです。ナイトマーケットは、タイのナイトマーケット。タイ結構全各地でね、開かれてるんだけど、なんかこう飯メインというよりかはなんか雑貨とか服とかメインっぽいよね。そうだね、なんかアクセサリーとかも売ってたりしたし。今日はもう爆買い動画になればいいけどね。いやもうね、だって買う衝動抑えられる？無理無理、だって可愛いもん全部、絶対買っちゃうやんね。じゃあね、最後は何個いくら使ってるかお楽しみに。お楽しみに、まあ、何かしらいいのがあればね買っていきたいね。ね、気に入ったいいものがあれば。じゃあちょっとブラブラしていくか。ブラつきましょう。アクセサリー系欲しいけどな。服見てく？このパイ欲しくね。これね、これ欲しいです。じゃあリク見てく？見てくるわ。これタイパンツだよね。これ持ってないんだよね、タイパンツ。あんま欲しくないけど。あ、170だぜ。20かと思ったら170だったよ。これ7なんだ。7でしょそれ。なんかね、生地ちょっと厚そう。あー、熱こもりそうな感じ。これよくね？かわいい。これいいよね。ね、ペラペラで。俺っぽい？これにこれとかは？あり。じゃあちょっと値下げしよっかな。できなそうじゃない？こういうところ。いや、こういうところ高層じゃね。170? です。130? Can I discount? Oh, 150? No? OK。ちょっと伝統衣装っぽいのあるよ。ね、かわいい。オープンか。トラディショナルドレス。カレン、ピーボー。カレン。あ、カレン。ロングネック？ノー、オリーブ、ワイカレン。ワイカレン。あの、首長族のカレン族とは違うの？違うみたい。ノーロングネック。ノー。オッケー？ちょっと、チャイナ服っぽくない？ちょっと似てない？このなんか。っぽいね。ね。ほら、なんかあれとかさ、中国の服っぽいやん。近いから似てんのかね。レディーさ、それはあれ似てる文化あるんじゃない？いいな、あ、グー、なんか俺持ってそう。コットン、ヘンメイド。日本で買ってよ、そういうの俺。あ、いい、it's good。 とても。No、レディーさ。これすごくない？ここで一回広がってんだね。とか、ここから穴開いてるぜ。え、普通に俺それ欲しいんだけど。カレン？カル。カル。This is カル。You help me while I give you this cow。ああ、なるほどね。はい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 。あえて、お孫さんが結婚するんだって、今度。あ、バックパック売ってるじゃん。ちょっと見る。ちょっと個人的に見たいわ。入ってくる。こういうのも可愛くない？小銭入れ。お財布として。20バーツだったよ。え、80円？バカ安くね？丈夫そう？普通。いや、まあ、ちゃんとしてる。でも、このチャックがちょっと怖いぐらいかな。壊れちゃいそう。まあ、それはしょうがないよね。まあ、しょうがない。80円だし。もう、可愛くないこれ。可愛い可愛い。え、ちょっと悩むな。あとで、ちょっと吟味しよう、マジで。あとさ、こういうのもちょっと欲しいんだよね。これさ、ちょっと使い勝手悪いんで、俺の中で。おー、ほいほいほい。可愛くない。てか、俺、こういうの持ってないんだよね。え、200円だって。200円じゃない。200バーツ。めっちゃいい。めっちゃいいよね。めっちゃいい。めっちゃよくね？けど、これチャックついてるぜ、ちゃんと。中どんぐらい広いの？普通にいいね。500のペットボトルは入る。けど200だぜ。200だね。ちょっとまだあるから、奥行こう。これこそ山賊。え、ちょっと着ていい？いいよ。いいよって俺が許可しちゃったけど。着るって何？なんだろう。トライ。トライ。I try, okay? うわ、暑いね。よく着たね。俺絶対無理だよ。30度以上あるからね。かわいい？かわいい。めっちゃかわいくない？なんか、それで南米にも行けるわ。ね。でもさ、暑いね、マジで。ちなみにいくらなの、それは。見なかったことにした？ちょっとすぐ脱ぐわ。早く片してきて。980バーツ。いくらですか？4000弱ですね。いや、かわいいな。日本だったら買ってた。速攻で買ってる。秒で買ってる。ちょっとあの金持ってまたパイにした時に買おうかな。そうだね、金持ってきたいね。だってバーでね
西洋人たちと飲みたいじゃん一緒に。そうそう、あ、これいいじゃんネックレス。ね、ネックレスとピアスも可愛い。これ女の子がつけてたら好きになっちゃう。ね、可愛い。らしいです。大ファンの皆さん。なんかビーチとかでつけてたらいいけどね、こういうの。ね。Never look back。どういう意味？ネバーはネバーギブアップとかのネバーだもんね。諦めるなってことだよね。ああ、なるほどね。だから振り返るなってことだよ、ね、ネバールックバックっていうの。ああ、なるほどね。こっちのカバン屋さん、ちょっと高い。あ、ちょっと高いね。けどめちゃくちゃ可愛い。ね、こっちの方が可愛いわ、ね、確かに。しかもサイドポケットついてるから、ね、なんか鍵とかも入れられるし、ね、利便性はいいね、こっちの方が、ね。けど160円違う。なんかさ、日本のみんなだとさ、え、こいつは160円ケチじゃねみたいになってるよね、絶対ね。飯一食だぜ。一食食えるんだぜ、うん、この貧乏旅で。一日だって俺ら一食だぜ、うん、今日まだ食ってないよ、飯、ね、うん、一日飯を我慢するかこれを買うかのどっちかだから。だからめちゃくちゃ重いの俺らにとって。そう、そんぐらいの差があるからね。そうそう、160円かよみたいな多分思ってるだろうけど、うん、虫キングの主人公がつけてそう、確かに主人公。そうそう、虫キングコーデだね。虫キングコーデ悪口じゃないよね、うん、悪口じゃない。超可愛いもん、リスペクト込めて。え、これ着たらね上がる。上がるね。あ、これ100バーツ。あのちょっとした小物入れたね、マジで。あ、けどいいかもね。チャック付きってのが旅人にありがたいって思わん？思う。盗まれないし落とさないし、ちょっと安心。うん、チャックがあるとないとでは全然。ここにタバコ、携帯、うん、財布入るね。ぴったりだね。あ、じゃあもう街出るときこれだけでいいじゃんって思うじゃん、うん、思うじゃん。 GoPro が、GoPro があんだよ。どうする？捨てる？捨てよっかな、うん、そろそろ荷物やんね。これはいまいち可愛いけど、あの俺的にはいまいち。なるほどね、うん、俺はお世辞に可愛いって言うよごめん、お世辞言えない人だわ可愛い。え、これ良い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 、ね、この T シャツショップができた。これ良い、なんか独特ね。これなんか立山にそうじゃね、このじいちゃんこんなかっこいいやついるか、さすがにこんなファンキーないない。いないいない。タイぐらい、タイぐらいだよ。あのカオさんのバイクのじっちゃんぐらいじゃない。あれファンキーだね。うん、なんかさ色が独特だよね。ね、かっこいい、マジで。ガネーシャかな。たまたま撮ったのガネーシャだった、ね、似合う、かわいい。それはね、ガチでかわいい。俺ピンク似合う。あ、俺 T シャツしか見たかったわ。俺との相性じゃなくて T シャツがかわいい。 T シャツしか見たかった。しゃねえわ。かわいいの売ってんじゃん。 You handmade? わぁ、作ってる今。 This one I make with him。 This jade jade cheap jade cheap stone、stone name jade。 あ、チェ。正直言うとめちゃくちゃ欲しい。正直言うと、うん、かっこよくない？かっこいい、マジかっこいい。しかもそれさ、外れないからね。そうそうそう、絶対外れないし、うん、え、めっちゃいい。ガチ中だから720円か。高くないか。高くない。日本で買ったらもうこれ1000円、2000円ぐらいする。全然する。ハンドメイドだもん。ハンドメイド、まあ、お楽しみに。そうそうそう、やっぱタイはさ、どこでもセブンあるよね。うん、やっぱ僕たちの御用達ね。そう、ついでだからさ、セブンのあのタバコの料金、うん、だからタイのタバコの料金をちょっとやっぱ知りたいよね。うん、あ、水から行こう。水ね。ペットボトルのこのでっかい水が13バーツってことは50円ぐらい。50円、うん、ちょっとここちょっと安いよね。14だったよね、うん、バンコク14だった。1だから変わんない、そんな色。うん、コーラは575円ぐらい。うん、500が安いね。うん、で、ビール。そう、結構でもさ、ドリンクの品揃えは日本と変わんないよね、そんな、うん、けど、あイエーイ、ジャパニーズ YouTuber。 ジャパニーズ、ジャパニーズ。 What's the name of your channel? トランプス。 トランプス。 This is gonna be on YouTube? Yeah. Yeah? This is gonna be on Japanese YouTube? Yeah. 1.7. 韓国のお酒もあるね。チャミス、チャミスが320円ぐらい。
あんま変わんない。実はですね、言っちゃいますとタイ、お酒高いです。ハイネケンが1瓶が78バーツ300円ぐらい。だからね、本当にね、日本と変わんない酒は。お酒変わんないからな、わかんないんだよ。わかんない、だからレオとかあるんだけど、レオはタイのビール、そうロング缶で53バーツだから210円ぐらい。はいはいはい、まあ、ちょっと安いけど日本よりは全然高い、東南アジア他のに比べたら。なるほどね。そうていうか普通にさ品揃えがいいんだよね。あのね、シャンプー、ボディーソープ系、歯磨きとか、なんか種類がある日本より。あとあれがあるわ、これね、おにぎり。おにぎり売ってんだよ、日本語付きね。照り焼きとか酒塩焼き、飛び込まよねーず、スパイシー焼き鮭。 ない今日あと1個だけ、これらのないですから。39バーツ。まあ、タイ来てもう今8日目とか9日目なんだけど、セブンイレブンに来ない日はないです。マジで。そう、毎日来てます。キャメイエロー。適当イエロー。いや、あのいつもの、いつもの72バーツ。はい、これがタイの一番安いタバコ。あ、一番安いのにしてんだ。そう、さすが。で、味はまあ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 美味しくないということですね。美味しくはないけど、吸えなくもないというぐらいだね。まあ貧乏旅にはね、そうそう、ちょうどいいぐらい。あの飯もちょくちょくあるんだけどね。まあ大体この通りだと5、60らへん飯が。大体60バーツだね。あのちゃんとしたプレートっていうか、ご飯もうパッタイとかそういうカオマンガイとかそういうご飯は40じゃ買えないよね。40じゃない、きついね。ちょっと俺らにはきついかな。560だとね、まあ今日の飯選ばなきゃいけないからね、どっかで。この中でね、うん、安いの選ぼっか。うん、帰ってきました。ただいま。ただいま。じゃあ購入品紹介していこうか。いっちゃいましょう。あ、じゃあまず俺のタバコか。まずこれね、キャメルイエロー。それセブンイレブンだけどねセブンの72バーツ安タバコと、俺はね、これ買った。じゃじゃん。お、ハンドメイドのあのカバン、280バーツがセールで200バーツになってた。欲しいって言ってたやつよね。そうそうそう、これ一番いいのがね、あのカメラがね入んのよ、ちゃんと全部。じゃ結構でかいよね。そう、あの今までさ、この斜め掛けのカバンあったけどさ、入んなかったんだよ、 GoPro が。100均のね。そうそうそう、だからあのずっと GoPro だけ持ってたんだよね、めっちゃ不便だったの。最高。じゃあ次リク行っとく。僕はあのブレスレット迷ってたと思うんですけど、結局ね、180で、あのマジでね、まあ、ボケチなのよ。700円すんじゃん。あのね、だから全然金使わないマジで。今回は買いました。買っちゃったね。買っちゃいましたね。この石はジェイド、まあ、翡翠だね日本で言う。だからもうあのおっちゃんいたじゃん、お兄さん、がかっこよかったってのもあるし、本当に一目惚れ、普通にめちゃくちゃかっこよかったから買いました、ね。あーと飯か。そうだね、ナイトマーケットで飯見せて何にしようかなと思って、まあ、結局買ったのはこちらね。せーの、ダン、セブンイレブンの39バーツのなんかめっちゃうまいんすよ。そう、なんか何種類かあるよね、5種類ぐらいあって、でも大体店に行って置いたのは1種類か2種類、でちなみに一昨日もこれ食った、同じやつ。あの昨日もこれ食った。うん、あのカオさんいた時もこれ、タイ来てからほとんどこれ食ってる4日ぐらい食ってる。うん、あの屋台が大体最低でも40なのよ。そう、でこれ39なのよ。そう、こっちが安い。屋台より全然安いよ。うん、あとあの持って帰れるし、ちゃんとね。あと袋くれるし、あと普通に量もいい。うん、一番コスパがいい説ある。ライはこれ食ってお腹いっぱいになる。そう、全然お腹いっぱいになる。俺はこれとバナナ食わないとなんないけど。やべえ、もう待ちきれない。食べていい？うん、いいよ。じゃあ今日の動画はここまで。いただきます。バーイ。